アンカー号の車両景品急行電鉄アンカー号は、かつて、川崎、横浜と神戸地区を運行していた、夜行高速バスである。アンカーは、英語で、怒りを意味し、港町である東西の都市を結んだことに由来する。本港では、主に廃止時点での外境を記す。1989年5月2日、横浜神戸、三宮間で、運行開始。 京浜急行電鉄と阪神電気鉄道の共同運行。阪神電気鉄道の運行便は同社の高速バスの統一名称、サラダエクスプレスとして運行していた。京浜急行電鉄は1986年にノクターン号で夜行高速バスに参入。同年には多くの夜行高速バス路線を開業してで成功を遂げた。しかし、 アンカー号は1995年に発生した阪神・淡路大震災の影響で乗客が伸び悩み、1997年11月1日に路線休止し、翌1998年に路線廃止された。このため、京浜急行バスが運行する夜行高速バスでは初の廃止路線となった。車両は京急、阪神ともに独立三列シートのスーパーハイデッカー車を 使用していた。2003年には、京成バスと阪神電気鉄道の共同運行で、千葉、上野神戸間に夜行高速バスが運行開始した。また同年には、京浜急行バスと阪急バスの共同運行で、品川大阪梅田間に車頭号が運行開始された。後に、車頭号は横浜経由に変更されたため、運行の持ち替えながら、 京急バスの関西方面と阪神バスの東京方面の系統は本系統廃止後も存続した。ただし、車頭号は京浜急行バスが2008年4月に撤退、阪急バスの単独運行となっていたが廃止。千葉、東京駅神戸線は2010年末に阪神バスから阪急バスに運行会社が変更となり、2012年6月より横浜駅経営となった。 これにより、横浜と神戸を直結する夜行高速バスが約15年ぶりに復活したこととなる。川崎駅横浜駅、東口バスターミナル阪神天ヶ崎、阪神甲子園神戸山宮。ありがとうございます。